健康と幸福に捧げられた YouTube チャンネルへようこそ。今日は私たちの体に驚くべき恩恵をもたらす素晴らしい食品について話しましょう。オート麦です。しばしば過小評価されがちですが、この穀物は多くの栄養成分を含んでおり、その数々の恩恵に焦点を当てるに値します。このビデオでは、オート麦の様々な恩恵を探求し、日常の食事に取り入れるための説得力のある理由を提供します。オート麦は、不可欠な栄養素の豊富な供給源です。オート麦は水溶性繊維、タンパク質、ビタミン、ミネラルを豊富に含んでいます。その高い食物繊維、含有量は、消化システムの健康を維持するために腸の運動を促進し、便秘を予防します。オート麦に含まれる水溶性繊維は、血中の LDL コレステロール、悪玉コレステロールを低下させる能力でも知られており、心血管疾患の予防に役立ちます。心血管の健康に関しては、オート麦は健康な心臓を維持するための優れた味方です。特にベータグルカンと呼ばれる水溶性繊維は、血圧を調整し、LDL コレステロールを低下させる効果があります。定期的にオート麦を摂取することで、心臓疾患のリスクを減らし、適切な血液循環を促進することができます。オート麦の利点の一つに体重管理へのポジティブな影響があります。高い食物繊維、含有量のおかげで、オート麦は満腹感を持続させ、間食の欲求を減らす助けとなります。朝食にオート麦を取り入れることで、満足感を得て、午前中の食欲をコントロールすることができます。また、オート麦は低い血糖指数を持つため、消化が遅く、血糖値の急上昇を防ぎ、安定したエネルギーレベルを維持するのに役立ちます。さらに、オート麦の利点は消化器系の健康にも及びます。オート麦に含まれる食物繊維は、腸内の善玉菌を養い、健康な腸内細菌層を促進します。バランスの取れた腸内細菌村は、良好な消化、栄養素の最適な吸収、強力な免疫系をサポートするために不可欠です。定期的にオート麦を摂取することで、腸内フローラの健康を促進し、全体的な健康に良い影響を与えることができます。栄養効果だけでなく、オート麦は料理の幅広い用途にも使えます。フレーク、粉、または襖の形で使用できます。オート麦フレークは、美味しいオートミール、自家製グラノーラ、エネルギーバーの作成に使われます。オート麦粉は、パン、マフィン、パンケーキのレシピで健康的な代替品として使用できます。そして、オート麦の襖は、サラダやヨーグルトに振りかけたり、スムージーに加えて食物繊維の量を増やすことができます。まとめると、オート麦は私たちの体に多くの利益をもたらす穀物です。心血管の健康をサポートし、健康的な消化を助け、体重管理を促進し、腸内環境を改善し、肌にも良い影響を与えます。また、料理においても多様性があり、様々なレシピに簡単に取り入れることができます。ですので、日常の食事にオート麦を取り入れ、その恩恵を享受してください。このビデオが役に立ち、オート麦の利益について新しいことを学んでいただけたことを願っています。健康と幸福に関する私たちの次のビデオを見逃さない。